思いっきり蹴って左に入ったっていう話しましたけど、はい、じゃあ自分がゴール前でボールここに来たキーパーいる、ここに絶対蹴れるっていう自信はね、はい、正直ちょっとなかったんですよ。勢いの中でそこまでいいポジション入る自信がめちゃめちゃある、はい、でもここを絶対決めるという技術とかもうそういうところの自信っていうのがちょっとなかったんです、はい、でね、僕引退してみてね、はい、こうやっぱもっとどうやったらシュート上手くなるのかな、やっぱ練習せなあかんな、どうやって練習したらいいのかなと思った時に、はい、ちょうどね、あのセレッソ大阪にディエゴ・ホルランって来たんですよ。はいはい、ホルラン、ね、今、はい、森島ひろあきの話にディエゴ・ホルランかぶせるとどうしてもあっちの方勝っちゃうんですけど、はい、ワールドカップで MVP になって6点をなってる選手ですよ、はい、その選手に聞いたんですよ。はいはい、小学僕はもういろんな対談の中で終わった後に子供たちのね、はい、あのちっちゃい頃にどういうことを練習してたのかなと、はいはいはい、だからああいうキックはどうやってうまくなるのかなって言ったらね、ほんとシンプルな話をしてて、はい、ゴールあるじゃないですか、はいはい、ゴールの、まあ、多分やってるみんなもいると思うんですけど、ポストの内側にね、はい、コーンを置くんですよ。ああえて狭めるということですね。目つぶって聞きますか、はい、ゴールのポストの内側にコーンを置いておくんですね、はいはい、で、まあ、ペナルティーエリアの外ぐらいから本当にこうちょっとボールを動かして、はい、自分が例えば左のコーン、はい、ボール動かして左のコーン、はい、狙ったところに何度も何度もやっぱ蹴れるような反復練習をすると、はあはあはあ、キーパーがいてキーパーがいるから決める練習じゃなくて自分が何度も何度もやっぱ思ったところに蹴れるようになるっていうことが大事だと、はい、でそんな中で、まあ、もちろん軸足っていうものをしっかりしてっていうのもあるけど、はい、やっぱ必ずみんなここに置いたらここに置くから全員ここっていう人によってちょっとずつやっぱ蹴りやすいポジションって違うと思うんですけど、はいはいはい、何度もやっぱそこに蹴るっていうことでその感覚っていうのは多分自分のものになると思うんですよ。でも言われてみたら俺そこまでそんな考えてやってなかったなと。だからそれがあれば大一番でこう例えばキーパーと1対1とかチャンスになった時に迷わず蹴れるなと。でまあ、取られることはもちろんありますけど、はいはい、そこに自信を持って蹴るということが大事だったんだな、うん、だからそういう、まあ、練習という反復練習、これはシュートの話しましたけど、はい、まあ、いろんな練習に置き換えてもやっぱ同じことだな、やってきたものっていうのは必ず自分のやっぱ自信になるなっていう感じはしましたけど、うん、全部それもその目標から逆算しての行動ですもんね、うん、その絶対にもう絶対に自信を持ってボールを蹴れるようになるんだっていう目標のためにどういう練習をするかって考えて、はい、ホルランはそういう練習をしてはったっ、ね、そうですね。だからそういう自分はキックというところをそうやって練習をしてきて、はい、だから試合見てても本当に見て見て蹴るっていうよりも自分がもうボールのここに集中してますからね、うん、どういうシチュエーションになっても最後蹴るときに自分が蹴るとこを決めたら、はい、あとは自分がここに集中できるっていうのは、はい、まあもうそこに蹴ることに集中してるっていうことですから、はい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 、どうしようあそこ蹴ろうあそこ蹴ろうってなると森島ひろあき止まりになると思うんですけど、そこはやっぱりそこまで自分すごいことですけど、世界で活躍できるんです、はい、いやいやいや、ということはほらもう香川真司の10番のポジションも取れますよ、はいはい、じゃあ10番に絶対なるんだっていうことをまずがっちり決めて、じゃあそのために何をしないといけないのかっていうことを逆算してやるべきことをきっちりやっていく、だから、ね、ということが一つの、はいはい、それとあのみんながみんな、はい、同じ香川真司ではないですからね。ああなるほど、やっぱドリブルが得意な選手もおれば、はい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 、例えば走るのが速い選手もおれば、はいはい、もうキックが得意な選手もいるじゃないですか、はい、でドリブル、自分はキックはでもドリブルがダメだからダメじゃなくて、はい、でもキックといういいものっていうのは自信を持って他の人以上にやっぱそのいいところっていうのも大事にしていくべきだと思うんですよ。自分の長所を掴んで自分の長所を伸ばせるような練習をする、うん、ということですね、まあ、もう何ならもう相手のボールを俺は何が何でも取るのうまいと、はい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 、それだけでもすごいことですよ、うん、なるほど、ありがとうございます。